目指せコンパクトシティ東戸塚。こんばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。この番組はモレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしています。皆さん、街づくり情報をお送りしていきますので、1時間の間最後までお付き合いくださいね。それでは今日の目指せコンパクトシティ東戸塚、オープニングナンバーをお聞きください。シュガーウェイブでダウンタウン。お送りしたのはシュガーベイブでダウンタウンでした。 83.7FM 戸塚目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。今日は上半期の最後ですね。9月終わりになります。これまでですね、ディレクションを DJ あゆみんが担当してくれました。今日で最後になります。最後までよろしくお願いします。ということで、ここでリスナーの皆さんにお願いです。 FM 戸塚のホームページにはできるだけ詳しい番組の予告を掲載しています。お気に入りのコーナーやパーソナリティを見つけてトークを楽しんだり、放送を聞いて地域の最新情報をゲットしてくださいね。綺麗になったり健康になったりするコーナーもありますよ。それからこの辺りを散歩するコースをね、紹介してくれるコーナーもあったり、そんなコーナーをぜひぜひ見つけてみてください。それから FM 戸塚の番組はパソコンやスマートフォンでも聞くことができますよ。ホームページにアプリのダウンロードやパソコンで聞く方法を紹介しています。ぜひ皆さん FM 戸塚専用アプリ FM 邸をダウンロードしてみてくださいね。どこにいても聞くことができるんです。もちろん災害時にも役に立ちます。はい、アプリダウンロードしてください。そして番組へのメッセージやリクエストはホームページのリクエストフォームから、または直接アドレスメールアット fm-totsuka.com メールアット fm-totsuka.com までお寄せください。ということで、目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚のスタジオから生放送でお届けしています。はい、ここで先週の放送のおさらいをしたいと思います。はい、間もなく10月になりますということで、10月の末から恒例で開催しているイルミネーション企画、皆さんご存知でしょうか。その名も東戸塚ミュージックライト。これはなんと東戸塚まちづくり開発委員会が主催しております。ということで、東戸塚ミュージックライトについてご説明しました。歴史をたどりますと、2015年、今から約6年前ですね、東戸塚まちづくり開発委員会が新たな試みとして開催した音楽と光のコラボレーションとしてスタートしました。そして翌年には音楽と光と映像のコラボレーションとしてバージョンアップして、今年10月31日日曜日にまたこの東戸塚にイルミネーションがやってきます。今年は7回目となります。今年の10月31日日曜日のハロウィンの日からですね、来年の2月の14日月曜日のバレンタインまで皆さんにお楽しみいただきたいと思っています。会
会場は JR 東戸塚駅西口の駅前広場一帯と商業施設モレラ東戸塚に併設されているモレラパーク、そしてここは西口なんですけれども東口側のリューブリッジですね、東戸塚駅とオーロラとをつなぐ橋なんですけれども、そちらも東戸塚ミュージックライトの一環となっています。ここに灯る10万個以上の LED 電球は音楽にそして映像に合わせて、いろいろ動くんですね。毎時15分間は、変化していきます。ワクワク感と感動の一大ページェントとなっています。おととしまではですね、点灯期間には点灯式、そしてクリスマスイベント、大晦日にはカラオケ紅白歌合戦などを開催してイルミネーションを盛り上げてきましたけれども、コロナ禍になりましてイベントが開催できておりません。そしてですね、その点灯式では東戸塚駅を中心とした東西のつながりをイルミネーションで表現して、同時点灯ということもやってきました。そしてここでちょっと皆さんにお知らせです。実は今年は点灯式をコロナに気をつけながら開催するという方向にたった昨日ですね、昨日なったばかりでございますけれども、今から宣言しておきます。はい、ということで、ちょっと話の続きになりましたけれども、このイルミネーションは訪れる方の心を和ませ明るい将来をイメージできるよう取り組んできました。去年のテーマは東戸塚ミュージックライトホープフォーザフューチャー、明るい未来への光となりますようにをテーマに、行ってきました。楽曲制作プロジェクトというのもねやりましたね。イブニングステーションに楽曲を制作して皆さんにご紹介してきました。その名も僕らの光ですね。こちらの方も皆さん一度は聞いていただけたんじゃないでしょうか。そして、このイルミネーション企画には本当に欠かせない皆さんの力というものも加わっていました。イルミネーションボランティア活動として設置と撤去の時にですね、地域の皆さん企業の皆さんにご協力いただきながらイルミネーションを作ってきました。はい、ということで先週はこの東戸塚ミュージックライトをご説明しましたけれども、今年も10月の31日日曜日にこのハロウィン特別企画と同時、一緒にということで、点灯を予定しております。来年の2月14日月曜日バレンタインデーの日までぜひお楽しみくださいということで、先週のおさらいを終えたところでここで一曲お届けしたいと思います。イーグルアイチェリーで Save Tonight お聴きください。より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。はい、いつもは定番のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーなんですが、今日は9月上半期の最後の締めとして東戸塚街づくり開発委員会について少しお話をしていきたいと思います。まずいつもご紹介しているのはこの東戸塚まちづくり開発委員会。この組織は東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、その理事の皆さんのご出演でいつもぐるりコンパクトシティ東戸塚をお送りしていますね。この 1.5km 圏内というのはどこいら辺を言うのかと言いますと、今から申し上げます。川上地区連合町内会のエリア、そして柏地区連合町内会のエリア、そして東戸塚地区連合町内会のエリア、平戸地区連合町内会、そして平戸平和台地区連合町内会、そして上阿部連合町内会、そして那瀬連合町内会、そして唯一保土ケ谷区の御田坂栄木地区連合自治会、この、エリアがですね、
大体この東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内ということで、その会長の皆さんが理事でいらっしゃるのがこの東戸塚まちづくり開発委員会でございます。そして時々出演で東戸塚まちづくり開発委員会の会長の福原実ということで、それをトップに、いつも、会議をしたり、まちづくりについていろいろ議論をしたり、より良いまちづくりを目指して、活動や話し合いを推進する地元組織になっています。この東戸塚まちづくり開発委員会というの歴史をちょっとたどってみますと、はい、この、東戸塚まちづくり開発委員会って実は2017年まで違う名称だったんです。違うといっても内容は変わりません。その当時2017年までは東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会と言ったんですが、まあ、1.5km 圏内をその、委員会のエリアとしようということで、駅周辺というところをちょっとなくなって東戸塚まちづくり開発委員会となりました。はい、このまちづくりを推進する地元組織であるんですけれども、その他にも東戸塚上信濃まちづくり協議会、そして東戸塚西地区まちづくり協議会の3組織がそれぞれ独自の目標を挙げ活動をずっと行ってきているわけです。そしてこのまちづくり開発委員会はそれぞれを統括する役割も担っているのです。はい、皆さんに先ほどこの理事会結成、東戸塚まちづくり開発委員会となったのが、まあ、2017年その名称が変わりましたけれども、実はこの先ほど申し上げました連合町内会の会長の皆さんが理事となった、なって新しい組織となりました。それが2016年でした。で、皆さんにいろいろ地域のいろんな現状とかいろんな課題とかを集めるために、皆さんのそれぞれの地域の情報を持ち寄っていただく理事会というものを毎月1回開催しております。皆さんになんとなくイメージしていただけましたでしょうか。はい、ということで今ちょっとはまちづくり開発委員会の簡単な歴史についてお伝えしましたけども、本当はもっともっと古くからの歴史がございます。ちょっと簡単にこれも説明したいと思いますけれども、まずですね、この開発委員会自体の歴史ではなく、この東戸塚駅周辺の歴史をちょっとたどってみました。1954年、昭和29年ですね、もうずいぶん昔のお話です。秋葉幼稚園が開園したんですね。皆さん秋葉幼稚園と、以前取材でも伺った秋葉幼稚園ですね、それができたのが、秋葉幼稚園ができたのが1954年でした。そしてですね、1961年になりますと戸塚カントリーの川上コースが仮オープンしたっていう歴史もありましたね。そして昭和40年、だいたい1970年頃ですね、この東戸塚ができるであろうと、その新駅の開発には欠かせないための地元有志館で組織づくりが始まったのが、もともとのおそらく原型であるのではないかと思っています。そしていろいろと各地区で区画整理事業等が進み、ずっと那瀬地区、それから長作地区、前田秋葉地区、信濃中央地区ということで、ずっと区画整理事業が進行してきました。すごい古い歴史ですね。この東戸塚駅ができたのが今から、41年前ですね、昭和55年というお話でしたけれども、そこの駅ができて、そのあたりが開発されてっていうのがこの東戸塚駅周辺の歴史でございます。そして昭和56年ですね、駅開業と同時ぐらいにこの東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会が設置されました。
そう、そしていろいろとあの町づくりを、区画整理事業が終わった後も町づくりを皆さんで進めていこうということでこの委員会ができたわけですけれども、いろいろと地道な活動を続けているわけです。ということで、ざーっとちょっと歴史を振り返ってみました。ということで、まだまだ後ほどこの町づくりについてお話ししたいと思いますが、目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けしたいと思います。ミスタービッグで To Be With You、 お聴きください。ミスタービッグで To Be With You でした。 83.7 FM 戸塚、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。今日は上半期最後の回として東戸塚街づくり開発委員会についてお話をしています。先ほど東戸塚街づくり開発委員会の成り立ちのようなことと、あと東戸塚駅周辺の簡単な歴史をご説明しました。この街づくり開発委員会ができたのは昭和56年、だいたい東戸塚駅が開業したと同時ぐらいになります。それから約41年間街づくりを推進してきた団体でございます。まあ、いろいろとこの東戸塚駅の歴史っていうのはね、皆さん長く住んでいらっしゃる方もはとてもあのいろんなことを懐かしく思われるんじゃないでしょうか。以前ですね、この福原会長が出演した時も、昔は虫を取ったなとか、クワガタとかカブトムシ取りに行ったとかいう話もありまして、今もね結構緑が残っている部分にはクワガタカブトムシ出るって聞いてます。最近はね台湾リスとかもねちょっと話題になっておりますけれども、この東戸塚駅ずいぶん変わってきました。先ほどちょっと来週の町内会コーナーにご出演される近隣の CI マンション東戸塚でね、やはりここも40何年間ずっとこの東戸塚にあるマンションなんですけれども、その会長さんとお話をしていて、昔そういえばオリンピックができたのは、まあ、西武オーロラモールさんができるちょっと前だったよねとかいう話とか、前田町のあの辺りに生協があったよねなんて話をしていて、とっても懐かしく思ったんですけれども、この東戸塚駅ずいぶん、ね、周辺変わってきました。シンボルとなっているこのタワーマンションですね、タワーマンションファーストとファースト B タワー、ルパルクシェル、パークタワー、それからベリスタタワーということで 1,2,3,4 棟のタワーマンションがシンボルとなっているんですけど、この実はこのシンボルとなっているタワーマンションは東戸塚まちづくり開発委員会のロゴにも現れ表現されているんです。皆さん、まちづくり学ぶくいつもご紹介しているの冊子をご覧いただいたことありますでしょうか。その表紙にコンパクトシティ東戸塚のロゴがあるんですけれども、そこに、塔が立っている絵があるんですが、これがいわゆるシンボルマークとなっているんですね。ごめんなさい、5塔ですね、ファースト、ビータワー、ルパルクシェル、パークタワー、そしてベリスタタワーということで、東西に、5棟のなんでしょう、タワーマンションが建っております。そんな東戸塚がこの40年50年でどん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 変わってきたけれども、いろいろ思い出深い場所が残ったりもしていますね。これまで紹介してきた、ちょっと保土ヶ谷区になるんですけども、境木商店街とかがね、随分古い歴史があって、今も、お客さん、酒屋さんとかね、牛肉店さんとか和菓子屋さんとかあるんですけど、そちらに通うお客さんはずっと通っていらっしゃるという話も届けてきました。
ということで東戸塚をつい語ってしまったんですけども、なんといっても東戸塚まちづくり開発委員会はこの東戸塚駅が中心として 1.5km 圏内ということで、ちょっと東戸塚周辺のお話をしました。ということで、私の話がだらだらだらと続いてもあれなので、ここでね1曲、聞いてお休みしましょう。そして、次にお届けする曲はデビー・ギブソンで Only in my dreams、 お聴きください。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。今日は東戸塚まちづくり開発委員会の組織についてお話をしています。そんな中で東戸塚駅開業のお話をしたり、それから東戸塚駅周辺の、まあ、ちょっと歴史をたどるようなお話をしてきましたけれども、まあ、あの皆さんですね、ぜひいろんな情報をお寄せください。東戸塚って昔こうだったよとか、こんな場所があったんだって写真を添えていただいたりとか、こんな遊びをしていたんだよとか、あの我々も、取材行って皆さんにお話を伺ってるんですけれども、まだまだ多分たくさんお話してする、届けたい内容たくさんあると思うんですね。そんなことはぜひメールアット fm-totsuka.com までお寄せください。ホームページのリクエストフォームでもいいです。ぜひこのまちづくりの番組にもメッセージやリクエストをお寄せいただけたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。ということで、上半期の最後なので、ここでちょっと皆さんにお願いします。はい、リクエストやメッセージお待ちしております。ということで、先ほども東戸塚のこの町がどのようにどんな歴史をたどってきたのかなんて、簡単な年代しかお伝えできてないんですけれども、実はこの東戸塚駅の先ほど、昭和55年に開業されたという話したんですけれども、実は年表を見ますとね、大正12年にほぼ現在地へ武蔵駅っていう名前で設置が決まったんですね。一度大正12年ですね。どれだけ前なんだっていう感じなんですが、武蔵駅、武蔵と相模の国のちょうど国境にあたるので、相模なんですけど武蔵駅という名前で一時は設置が決まったそうです。しかしながら、その同年、同じ大正12年の9月1日の関東大震災で実現しなかったということで、それからどうなったのかと言いますと、そんなこんなして昭和12年になると戸塚駅ができたんですね。今度お隣の戸塚駅、昭和12年に戸塚駅ができました。そして、まあ、こう歴史が流れていき、昭和38年東戸塚駅が開発、東戸塚の開発が、ね、進み始めたんですね。第一歩を記しています。そして昭和40年、1965年ですね。1965年、昭和40年、ここに、東戸塚駅設置促進委員会が結成されたのが1965年でした。昭和40年ですね。今から55年前ぐらいですか。55年前、ほとんど100年の半分ですね。そこで委員会が結成されました。そしていろいろ陳情とかね、民間で作った駅ということで、皆さんで駅が欲しいといろいろ努力をされて、長い年月経て昭和55年にこの今の東戸塚駅が開業されましたと同時に、昭和56年には東戸塚まちづくり開発委員会ができましたということで、歴史をたどってきたんですけれども、まちづくり開発委員会、実は
平成28年ですね、2016年ちょうど理事会が、理事の皆さんが加わったのが先ほど言ったように2016年、今から5年前ぐらいなんですけれども、そこに、新たなまちづくりということでまちづくり基本構想を作りました。まあ、そこで住んでいてよかったと思える町、多世代が交流する活力ある町を作るためにということで、まちづくり開発委員会がこれからのまちづくりについて話し合いを重ねていました。まちづくり検証ということで、皆さんにもマナーブックで紹介しましたけども、10の基本理念がありますね。これがまちづくり検証なんですけれども、これは基本的に変わっていません。昭和56年に掲げた東戸塚まちづくり検証を大切にしながら、地元住民や地元企業が自ら主体となって進めてきた緑あふれる健康的な街並みづくりとか、明るく清潔で安全なまちづくり、子どもたちがのびのび健やかに育つ環境づくりといったまちづくりの目標を記して具体的な取り組みをこれまでしてきました。そしてまあもうそれから41年が経過しましたけれども、また変化の激しい時代環境を背景に、超高齢化社会への対応や地球環境への配慮など、新たなまちづくりへの取り組み、そしてまちづくりの課題解決を図っていく必要があるという話し合いをしたのが、この当初2016年ぐらいでしたね。今から5年前、もう頻繁に会議を重ねていました。そしてその当時、さらに多くのまちづくり関係者の参加を求めて、まちづくり検証の見直しをテーマの一つとして、住んでいてよかったと思える町、多世代が交流する活力ある町を実現するために、持続可能な新しい時代に適応したまちづくりのあり方を検討していくことにしました。いろいろと持続可能な街というとコンパクトシティ東戸塚という言い方しますけれども、これは何かと言いますと、持続可能な街づくりの考え方なんですね。単に物理的な街の形態をどうするかということではなく、社会的経済的環境的な視点も含めて、生活の質そのものを高めつつ、いかにこれを維持していくかという取り組みを基本とすること。そして近年の都市づくり地域づくりにおいて中心的な課題となっているコンパクトシティという考え方があり、このまちづくり、この東戸塚のまちづくり開発委員会では、持続可能な街という大きな理念のもとに、このエリアにおけるその実現可能性を検討していくことを決めました。いろんな、どうやって検討していくかといいますと、そこにはエリアマネジメントだったり、エリアマネジメントもいろいろ地域の、なんて言うんでしょうね、有効な活用の仕方とか、住民が主体となっていくまちづくりとか、あとシビックプライドですね、町に誇りや愛着を持って、多様で多彩な活動が展開するようにシビックプライドを醸成していくということを、その当時決めました。ということで、こんな話し合いをする中で、実は東戸塚まちづくりマナーブックができたのもこの頃でした。2018年ですね。2017年の終わり頃にこのまちづくりマナーブックができたり、マナーブックの映像ができたり、そんな、次世代のまちづくりということで進めてきたのがこの平成28年頃でしたというお話をしました。はい、まだまだこれからまちづくりは継続していきます。絶対に必要な、ことですので、ぜひ皆さんもいろいろご意見を寄せていただいたり、参加していただいたり、皆さんと共に作るまちにしていこうではないかという考え方のもと活動してますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。ということで、目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けしたいと思います。コキアで The Power of Smile、 お聴きください。
お送りした曲はコキアで The Power of Smile でした。FM トツカ。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここで FM 戸塚からのお知らせです。今年も東戸塚に熱いメンバーがやってくる。第5回モレラ東戸塚ダンスコンテスト開催と出場者募集のお知らせです。10月2日土曜日お昼12時から夕方6時まで、 JR 東戸塚駅西口モレラパークで第5回モレラ東戸塚ダンスコンテストを開催します。3つの部門からエントリー。まず1つ目、ダンスの初心者でもチャレンジできるダンスコンテストチャレンジ部門。2つ目、賞金をかけてバトルが繰り広げられるダンスコンテスト一般部門。3つ目、トーナメント制でトップを目指すワンオンワンダンスバトル、バトル部門です。それぞれの部門で入賞した方にはトロフィーや賞金が授与されます。なんと賞金は総額29万円。とても豪華でございます。そして豪華なのはそれだけではございません。豪華ゲストの紹介です。ジャッジはアベレさん、早稲田ブレイカーズのアベレさん、そしてヒーローさん、シゲイのヒーローさん、そしてヤチイミさん、ガキレンジャーのヤチイミさんは地元の方です。そしてミートさん、サウスゲートのミートさんですね。そしてカリンさん、チャンシーライフルアルトリズムのカリンさんですね。そしてサブさん、ネイトのサブさん、もうすごくすごく豪華です。はい、ダンサーの皆さんはもうドキドキしちゃうほど豪華ジャッジの方々です。そして DJ はね、サチオさん、 DJ サチオさん、以前もこのダンスコンテストを盛り上げてくれた DJ サチオさんですね。ダンスコンテストの合間には DJ タイムもございます。はい、そして VJ、 このモレラパークのモレラビジョンを、もう本当にそこビジョンをですね、映像を司る、すごいんですよ。トーナメント制とか、本当にトーナメントをどん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 その場その場で作っていってしまう、すごいシゲキクさんということで、ダンサーの皆さんのね、アーティスト写真もモレラビジョンで写したりするので、とってもかっこいいですということで、そして MC はなんと FM 戸塚のお昼の戸塚井戸端会議の木曜パーソナリティのハマーさんです。はい、 MC ハマーですね。あと MC がハマーさんなんで MC ハマーさんですね。はい、ということで、とっても豪華なジャッジの皆さん、そして DJ さん、そして VJ さん、そして MC さんなので、ぜひぜひエントリーを、先日まで締め切りは9月27日と伝えてましたけれども、少し若干まだ余裕がございます。今ならまだ間に合います。すべての部門9月30日木曜日までといたします。ということで、ぜひ皆さんもう一度このチャレンジできる、ので考えてみてください。賞金も豪華ですよということで、そしてこのイベントはですね、今ね、コロナ感染症に相当徹底して取り組んでいきます。まあ、そのようなことも皆さんにお伝えしておきたいと思います。感染症予防徹底の中で開催しますので、ぜひ皆さん、来場された皆さん、ぜひですね、こちらご協力のほどどうかよろしくお願いします。なかなか入場規制とも入ると思います。それから飲食、そして飲酒の
はしていただけませんので、そちらの方もご理解していただけたらと思います。ということで、第5回モレラ東戸塚ダンスコンテストのお知らせをしました。ぜひエントリーまたよろしくお願いします。ということで、ここで1曲お届けしたいと思います。かわいい曲ですね。 NiziU のメイクユーハッピーお聴きください。毎週火曜日夜7時からお届けしている目指せコンパクトシティ東戸塚、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は東戸塚まちづくり開発委員会についてご説明しましたけれども、ここでもう一度皆さんにお知らせです。イルミネーション東戸塚ミュージックライトイルミネーションは10月の31日日曜日にスタートしますが、そのイルミネーションの設置作業のボランティアを募集しています。10月9日土曜日10時から午後1時まで、男性の方大歓迎でイルミネーションの設置をいたします。そしてお花の苗植えや広場の清掃もしていただけるので、女性やお子様も参加できます。雨天の場合は翌日の10月10日日曜日に開催します。もう一度言います。ボランティア募集しております。10月9日土曜日10時から午後1時までイルミネーションの設置のボランティア募集しております。ということで、ここでイルミネーションとして去年ですね、イブステ冬曲大作戦ということで、イブステファミリー、そしてイブステの DJ あゆみんが作った僕らの光という曲を最後お届けしたいと思います。去年ね、皆さんで協力して他の、リスナーの皆さんにもいろんな音を募集して作りました。そんな僕らの光をお届けしたいと思います。ということで、目指せコンパクトシティ東戸塚ラストナンバーは、FM トツカ、イブステファミリー、冬曲大作戦で僕らの光、お聞きいただきながらお別れです。ここまでのお相手は東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子でした。それでは皆さん、来週お会いしましょう。おやすみなさい。